こんにちは、アルピナです。今日は好きなことを仕事にしたいんだけれども、なんか闇雲に不安とか怖いって思ってる女の人たちに向けてお話ししたいなと思ってます。これね、めっちゃ多分盲点で、またね、言ってる人ちょっと見たことないんだけども、でも知っとくとすごく楽になるのでね、どうしてその不安感が生まれてくるのかとか、どうしたらいいのかっていうのをお話ししたいと思います。まずその不安になる原因とか理由っていうのはいろいろ、あるのはね、人によって間違いないと思うんだけれども、この不安ないですかっていうのをね、ぜひちょっと今自分に問いかけてみてもらいたいんですよね。気づかずに大きな不安のネタになってるっていうことが、私の生徒さんとかね、自分自身にもあったことなので、それは何かというと、好きなことを仕事にするにあたって、一番最初っていうのは、当たり前だけれども、必要とされていない状態ですよね。誰にも望まれていない状態ということなんですよ。お客さんゼロの状態から始めるわけじゃないですか。だから必要とされてない、望まれてないっていうのは当たり前なんだけれども、もうその時点でね、不安が出てきちゃう人たちというのがいます。かつての私もね、そうだったんですけど、この必要とされてない、望まれていないっていうことで終わらずに、何かね、こう嫌がられてるんじゃないかとか、疎まれてるんじゃないかとか、嫌われてるんじゃないかみたいな、こう不安にまで発展していっちゃうんですよ。この望まれてない、必要とされてないっていうだけで。でも本当はそんなこと、当たり前だけどなくて、ただ単にね、これからやろうとしている、自分がやろうとしている仕事とかコンテンツとかを、皆さんが知らないとか理解できない、わからないっていうだけのことなんですけどね。例えば全く知らない商品、そうね、トトトっていう商品が、あったとして、私がね、それは今までにないハンカチなんですよって、トトトっていうね、すごくこう、このハンカチを持つと人生が変わりますよみたいなことを言ったとしても、みんな欲しいか欲しくないかとか、自分に必要とか望むかってわからないじゃないですか。だってなんだかわかんないからね。で、実はこのトトトって商品は、洗ってもね、すぐに乾くし、汗を吸ってもなんかね、嫌な匂いがしてこなくて、それでいて、例えばね、抗菌作用がある、こう今までにない繊維をね、使った商品なんですよとか、例えばね、そんなものを売り出したとするならば、しょっちゅう今手洗うし、なんかしょっちゅう洗濯するからいいわねみたいに思う人も出てくるっていうの分かりますよね。だからまだ、ほら、自分自身をこれから売り出すっていう人は、周りの人にとっては未知な存在なんですよ。で、未知だから別に分からないだけ、知らないだけで嫌われてるわけじゃないんですよね。だけど、なんかそんな風に結びつけちゃう癖がある人たちっていうのはいると思うんですね。で、なんでそういうことが起きるかっていうと、女性に多い理由もこれから喋りますけども、男女差っていうより、人によるってところも理解して聞いてもらうといいかなと思うんだけども、まとめてね、女性性と言わずに女性って言い方しますけど、女の人ってそのレスポンシブな能力がある人が多いと思うんですよね。レスポンシブってあれですよ、スマホとか、ホームページ作ったことある人だったらわかると思うんだけれども、自動で画面サイズに合わせて最適化させるってデザインの作り方なんですけど、何で開いても、タブレットで開いても、スマホで開いても、パソコンとかね、でっかい画面で開こうが、小さい画面で開こうが、それに合わせて最適なデザインを勝手にこう映し出すっていうね、デザインの話なんですけど、そんな感じで、こう女の人ってこう相手のニーズをすごく細かく汲み取って、それをやってあげるとか、やるとか、サポートするっていうのをね、得意な人がね、多いと思うんですよ。それは一部にはね、子育てをするからっていう説もあるんですけど、子育てはね、別に女性だけのね、ものじゃないから、男性もやった方がいいと思うんだけれども、例えば赤ちゃんは喋らないじゃないですか。あれしろこれしろって言わないのに、言わないけど、表情だけでとか、どうもなんかいつもとちょっと様子が違うぞみたいなところを細かく、こう、なんだろうな、見てあげて、望まれてなくてもこちらからが動いてサポートしていくみたいなことが得意だというふうに言われてるんですよね。一番の原因っていうのは、
女性らしさを褒められる時って、なんか例えば素直とか優しいとか、 気をね周りに使えるとか、そういうことをなんか女らしさって、例えばですよ、呼ばれたりね、かつての時代はですよ、これからはもう違ってくると思うけれども、そういうのを女性らしさって言われたり、まあ褒められたり してきたわけですよ。っていうことはね、女性っていうのは、まあ、他人目線というか、人のことをちゃんと見て、人に気を使って自分よりもね、っていうことが褒められてきたから、まあ、そういうのもあって他人軸というかね、人のニーズを汲み取るということが、まあ、一種のこう才能みたいになってると思うんですよね。もう人によってはほら、もう言葉をさ話さなくても分かって、旦那さんのね言いたいことが分かってやってあげるとかっていう人もいるじゃないですか。もうほとんどほら超能力者みたいな感じで、それがいいか悪いかは分かりませんよ、それはね夫婦のあれなんで。でうちなんかだとね、これがねめっちゃ夫婦喧嘩のね種になってたりするんですよ。うちの夫はひらめいたことを、想像の中でねこれが良さそうだなっていう風にひらめいたことをやってみて、ほらいいでしょっていう人なんですよ。まあこれビジネスの場だったらいいねって私も言えるんだけれども、これがこう生活の場の中でね、うちには18歳のもう年老いた可愛い老にゃんこがいるんですけど、この子にやられるとね、私すごいこうイラッとしちゃうんですよね。ウェットフード、缶詰のウェットフードを10年がかりぐらいでやっと食べれるようになったんですよ。こうやって年取った時とかにね、とか猫の健康上においてもウェットフードの方がね本当はいいって分かってたんだけど、カリカリしか食べないって子だったんで、まあ、すごく苦労してやっと食べられるようになったんですけど、でもねこうちょっとねこう匂いが薄くなってきたりすると、もうすぐプイってそっぽ向いちゃって、食べなくなっちゃったりするから、なるべく残さないようにね、こう細かくすごくもう食べきりサイズであげて、ふりかけをかけてあげたりとか、一日にもう何回も分けてあげてるんですよ。たくさんあげると吐いちゃったりもするからね。そんな感じでね、すごく、まあ、苦労っていうか、別に苦労とは思ってないんだけれども、できるだけこう家にいる間はそういう風に細かくあげて、食べきれるようにしてあげてるんですね。だけどうちの夫は同性派の缶詰がね半分ぐらいになったらだんだん食べなくなってきて、すぐなんかね途中から食べなくなっちゃうんだから、一度にあげた方がいいよっていう謎のね前理論を展開してきてですよ、こうドカッともうあげちゃうわけですよ。でそうするともちろんほらだんだん乾いてきちゃったりして、全部は一気に食べられないから、で残しちゃう、乾いて残しちゃうみたいなことになるんだけれども、でも彼はほら仕事で家にいないことも多いから、その最後の顛末は見てないわけですよ。で私が捨てたりして、あーあーってこう思ったりしているんですよね。もちろん言うんですよ、細かくあげた方がいいよとか。だけどなんかいいこと思いついちゃった、これ全部ガバッとあげればいいんだよみたいな感じでこの前言ってやったりしてるので、あーあーってこう思うわけですね。ね、しかもねこれ私のお金で買ってるのにみたいな我が家はね私の稼いでるので生活費は私持ちなんですけど、まあ、そんな風にこう、ね、一生懸命やってるのに、なんかその想像の中の前理論でね、よく言うと自分を信じて自分を貫けるわけですよ。でなんかちょっとムカつくみたいになってるんですけど、まあ、めっちゃ脱線しましたけど、これと同じで、自分のね頭の中というか自分の心の声をいつでも優先ね、ずずしく堂々とできちゃう人はいいんだけれども、そうじゃない人も多いと思うんですよね。まあ始めたばかりでまだお客さんがいない時に自分の想像の中だけでお客さんはきっとこれがいいと思うとかっていうふうに望みをね、自分の望みを堂々とやれちゃう人はいいんだけれども、そうじゃない特に今まで求められたことをやるっていう働き方をしてきたり、人間関係の作り方をしてきた人っていうのはもうね、求められていないことをやるっていうのがねすっごいおっかないんですよ。ですっごいなんかね居心地が悪いの、不安なの、
この今の私を見てね、自分のやりたいようにやってるからそんな風に見えないかもしれないけど、まあ、かつてはそうだったんですよ。そのかつての私は、その私しかやりたい、これやりたいって思ってる人がいないとね。で、誰かが求めてくれてるわけじゃないんです。だから私しかやりたいって思ってないのにやっていいのかなみたいな、なんかそういう感覚に、ね、なってすごく不安だったんですね。例えばヒーラーになろうとか思ってる人がいたとして、ね、もう案内とかお知らせを出す前からもう100人ぐらいこうやりたいってこう手を挙げてくれてたりね、なんかお店だったら行列ができてたりしてたら、どんなにかねこう気が楽かと思うんですよ。そういう不安に向き合わないで済むんじゃないかなと思うんだけど、まあ、でもないですよね。さっき言ったみたいな、ほらトトトトトの花、トトトトトあれトトトの商品の話じゃないけど、別に嫌われてるわけじゃなくて、知られてないしわからないわけですよね。それが何かっていうことがね、その価値もわからないし、だからだんだんと理解をされてファンが増えてくるまでは自分で自分の望みを支えていかなきゃいけないんですよね。もっと言うと、誰が何と言おうともやりたいことをやらなきゃいけないっていう時期なんですよ。ね、最初から全員が賛成してくれるわけじゃないし、家族がもしかしたら反対してくるかもしれないしね。でも自分の声を優先するっていう、もうすごくいい練習になるんです。でね、女の人に、人の声を優先する癖がついてる人が多いっていうのは、まあ、例えば子育て、お母さんなんかね本当に顕著な例で、まあなんだろうな、例えばさ、ディズニーランドに行って、ね、家族で行って、子供はねなんかミッキーの出てくるようなレストランに行きたいよと言ってるんだけど、私はねジョニーデが好きだからパイレーツオブカリビアのレストランに行くわとか、まあ、そんなのあるか分かんないけどね知らないけど、まああったとして、でそうやってほら、私こっちがいいからみんなここに行くわよなんていう貫けるお母さんがいたら素敵だと私は思いますけど、でも世の中的には子供優先するのがいい母親って言われたりするじゃないですか。だからもう譲って当たり前、自分の意見はいつでも後回しみたいな形になっちゃってる、いやいやでもねやってる人も多いんじゃないかなと思うし、あとはまあ子育てじゃなくてもまあいっかっていう風に譲ってきた人たち、例えば友達とねどっか行こうとか何か決めようっていう時も、波風をね立てるよりは、まあよほどのことじゃなければ自分が譲れば自分が我慢すればいいやって思ってきた人たち、こういう人たちにとってはね、その本当にこの好きなことをね仕事にするっていう一番最初のスタートアップの時はめちゃめちゃねこの不安と向き合う試練の場なんですよ。で試練の場だけれども、でもねちょうどいいね大事なこと、だってうまくいくかわからないね、なんかかっこ悪くなっちゃうかもしれないようなことを、だけどでも自分が好きだから自分が好きなことを仕事にしようと思ってやるわけですから、もう何があってもそれでもやるっていう、自分の声を優先する、自分軸で生きるっていうね、すごいいいレッスンなんですよね。もう変な話、その仕事ビジネスの成功よりもこっちの方がね大事だって、他人軸とかね人の声を優先して生きてたらずっと満たされない、なんか人生が終わる時になってね絶対後悔すると思うんですよね。だからぜひ不安や居心地の悪さとこう向き合って、自分の好きにね、これ仕事だけじゃなくて自分の好きに従って生きられるようになるっていうことはね何よりも大事なんだなって、だからこの不安感とか何とも言えない居心地の悪さっていうのがサインとなって教えてくれてるんだなっていうふうに、理解してもらえると、もうちょっとねこうその不安感に対するね自分の立ち位置とか感じ方っていうのも変わってくると思うんですよ。で本当にそうやってこう自分の好きにを優先してやっていけるようになると、逆に人はね集まってきちゃうと思うのね。そうすると結果としてビジネスはやっぱ成功しちゃうんですよ。だってね自分がちゃんとあって個性がはっきりしてる人だから魅力的なわけじゃないですか。でそういう魅力的な人に人集まってくるからね、当然なんかうまくいっちゃうわけですよ、ね、最後繰り返しになりますけど、一番最初はね、まあ、最初からそういうふうにほら
人が集まってくれたりしないから、なんかね求められていないわとか望まれていないわっていう風に思わずに、ただね知られてないんだなとか、ただわからないね、価値も含めてわからないだけなんだなっていう風に理解してもらったら、随分楽にスタートできるんじゃないかなと思います。ぜひね、私もまだまだ自分の声をね優先するっていう一生懸命練習している最中ですからね、一緒にやっていけたらいいなというふうに思って喋りました。ではではね、また、あ、そうそうだ、いいねとかねコメントお待ちしてます。ではでは、またねー。